はい、皆さんこんばんは、さすらいのあきんどです。今日はですね、こちらの、キット紹介していきたいと思います。ことぶき屋さんのプラモデルですね。ことぶき屋さんのプラモデルで、一撃必殺のホイホイさんですね。一撃殺虫ホイホイさんレガシーというシリーズなのかなの、こういった可愛い、プラモデルですね。うさぎ屋って書いてますね。うさぎ屋DG00001LN なのかな、うさぎ屋1分の1スケールフルアクションプラスチックモデルキットって書いてますね。ことぶき屋さんのキットですね。こういった可愛い、うさぎ屋っていう可愛いプラモデルですね。こちらちょっと気になったんで買ってみたので、レビューしていきたいと思います。箱の外側はね、こんな感じですね。こう武器がですね、こう黄色っていうかオレンジの武器がこういう感じの持つ感じですね。そしてナイフ、ナイフがこう飛び出す差し替えで、顔の目の向きもね、こういう風に向きがあるということですね。で、フライングベースなどに接続できるということで、アタッチメントですね、MSG のウェポンのアタッチメントをつけるとこういった感じの武装になるという形ですね。こんな感じの可愛いですね。とても絵柄可愛いですね。こういった感じの、成形色で組んだだけで、こんな感じになるというキット、こちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、それでは箱の方早速開けていきたいと思います。よいしょ、開けてみますね。よいしょ、開けてみると、よいしょ、こんな感じですね。はい、じゃあパーツの方一つ一つ見ていきたいと思います。はい、こちらランナーですね。A ランナーですね。髪の毛のパーツかな。ちょっとこう、ちょっと乳白色みたいな感じの髪の毛パーツですね。まあ、透明というか、まあ、うっすらクリアみたいな感じですかね。うっすら透明なのかな、あんまり透明度は高くない。それ髪の毛ですね。そしてこれがスカートとか走行かな。このパーツなんですけど、ちょっとね、パールっぽい色が若干ついてますね。真っ白じゃないですね。ちょっとパールっぽい色がついてるこの走行パーツですね。そしてこのランナー、これ分かりやすいですね。これも、パーツがですね、非常にパールっぽい、パールホワイトっぽい色が最初からついてますね。こういった感じの。そしてこれが中の内部フレームのパーツかな。この辺はちょっとね、メタリックっぽいんですよ。ちょっとメタリックっぽい色がついてますね。こういった感じの内部フレームかな。そしてこれが、あったじゃないですか、武器ですね。オレンジ、成形色かなり綺麗についてますね。オレンジ色のさっき持ってたやつですね。この武器の色がこのパーツ、綺麗なオレンジついてますね。そして赤、成形色綺麗な色ついてますね。組んだだけでかなり綺麗な色になりそうな感じで色分けされてますね。これスカートの中なのかな。そして、シルバーのパーツ、シルバーっぽいパーツもあるし、これ肌色パーツです。肌パーツは非常に少ないですね。なんで肌色の部分というのは非常に少ないプラモデルですね。そしてまあ細かいパーツはポリキャップあって、でこちらが顔パーツですね。お、顔パーツ、彩色済みの顔パーツですね。こう上からカプッとかぶせるタイプですね。ドールアイを抜くとこんな感じになると思うんですけども、そしてこれが顔の中のパーツ、ちょっと怖いですけどもね、まさにドールアイですね。まさにドールアイみたいなパーツを中からこう後ろからはめ込む感じですね。こんな感じですね。こんな感じではめ込む感じのパターンが3つぐらいついてるのかな。多分これは目の向きだと思うんですけども、目の向きで、まあ、この仮面の、ね、中に入る、中身みたいなもんですね。こういったドールアイ系のパーツが、3つついてる、目の方向だと思うんですけども、ちょうどねこう目を抜く感じでついてますんで、こういった感じのパーツ。そして説明書、デカールもついてますね。デカールもちょっとご紹介しますね。デカールもあったな。デカールもついてますが、デカールはこんな感じ、目のパーツかな。メカっぽいデカールというよりは目の向きを変えるためのデカールに見えますね。こんな感じですね。こんな感じ。まず眉毛かな、ついてますね。はい、そして、説明書という形になりますので、それでは説明書の方ね、見ていきたいと思います。はい、それじゃ説明書の方見ていきましょう。キャラクターセレクト、プレイヤー1、ゲームのキャラクターなのかな、すいません、よく知らないんですけども、こういった感じでね、イラストが描かれてますね、表紙で。まあ、この素体モードみたいな感じですね。走行が外れた状態の絵もあるんですけども、これは説明書の外装っていうか外箱を見ると、これはまあ再現できないっていう感じですね。この
これに切り替えるためのパーツは、残念ながらついてない。これがあるといいんですけどね、走行がこうはめる感じになってるともっといいんじゃないかなと思ったんですけども、多分この状態しか組めないですね。この状態しか組めない。じゃ中見ていきましょう、ライオネス、ライオネス DG001LM うさぎ屋ね、なんか説明書いてますね。これ漫画なのかな。すみません、ちょっと元のメディアをねよく知らないんですけども、可愛いですね。こうこんな感じの、こんな感じの物語なのかな、こんな感じの物語なんですかね、よくわからないで買ってますけども、こう説明文書いてますね。なんか文章的にはいろいろ書いてあるんですけども、ディアギアとは、金龍をはじめ、金龍をはじめインターセプタードール関連会社数社と組み、バルタンを開発したライオネス社が企画生産した次世代型超小型汎用ロボット。書いてある意味がもうここで分かんないですね。ボディ胴体をはじめ四肢をカスタマイズすることができるユニット形式となっており、専用のセパレーターによって誰にでも気軽に送還できるものとなっている。またこれまでのインターセプタードールの構成を見直し軽量化に成功、エンターテインメント色が濃くインターセプタードールとしての機能のほか、チップの組み替えによるディアギア同士のオンライン対戦ゲームや生活管理の機能も搭載することができる。ライオネスからは第1弾ウサギア、犬ギア、クマギアが発売されている。バージョンアップによりチップは差し替えずに機能変更いただけるようになりましたみたいなこと書いてますけど、何書いてるかよく分かんないですね。何を書いてるかよく分からない説明ですけども、これが一応、ディアギアというものの説明らしいですね。はい、ネックイーター、ネックイーター武器の名前なんですか、ネックイーター、ね、ネックイーターから首を挟むんですかね、こんな感じですね、はい、ホイホイさんシリーズ他にもあるんですね、こんな感じで、はい、ということで制圧完了って書いてますね。カスタマイズ MSG を、装着するとこんな感じ、かっこいいですね、はい、スケールはちょうど合ってるのかな、ね、この重武装すごいですね。ガトリングガン、ガトリングガン両方に構えた、これもかっこいいですね。これはこれでかっこいいな、これはこれで非常にかっこいいですね。はい、こんな感じで、ことぶき屋さんの MSG も装着できるという形なんでいいですね、はい、という形ですね。でこれが組み立ての説明ですね。組み立ての説明が書いてありますが、まあ姫プラですね、姫プラ系の組み立てに非常に近いサイズとかね、縮尺は違うんですけど、いわゆる姫プラですねという感じで、なかなかね可愛い感じで仕上がりそうなんで非常に楽しみなキットなんですけども、組み立て自体はそんなに複雑ではない感じですね。こんな感じで付け替えがあるということですね。出来上がりこんな感じなんで、まあ、イラストのイメージに近いのかな、結構いい感じで仕上がりますね。こんな感じが仕上がりということなので、組むの楽しみですね。一体どんな感じに仕上がるんでしょう。まあ、こういうね可愛い感じのイラストよりはちょっとねロボットっぽいっていうかメカっぽい感じに仕上がるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかねこの写真見るだけだといい感じに仕上がるんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっとねあの気まぐれっていうか、ネット見てていいかなと思ってヨドバシさんで、まあ、ちょっとね安くなってたんで買ったんですけども、まあ、この挿絵がめちゃくちゃ可愛いですよね。この表紙がめちゃくちゃ可愛いウサギ屋なんですけども、またねライブ等で作っていきたいと思いますんで、よろしかったらまたライブの方にも遊びに来ていただけるとアキンドはとても嬉しいです。ということで今回は、一撃殺虫ホイホイさんレガシーウサギ屋ですねをご紹介させていただきました。それでは皆さん、さよなら、またライブします。よろしくお願いします。バイファムです。